堀田が務めさせていただきます。そして、左端からロフトワークの秋元さん、そしてアトリエ最初館ですね、アトリエ最初館の清水さん、そして、日本茶アーティストの奥さんと、この4名で、トークセッションを送らせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、トークセッションの最初にジャパンブランドフェスティバル、今回、会議中足運んでくださった方ってどれくらいいらっしゃいます？今も含めて、今日の前ですね。今日の前に足運んでくださってどれくらいいらっしゃいますかね。まあ一応まあまあいらっしゃるっていうんですけども、とりあえずですね、今日ジャパンブランドフェスティバルって何だろうと、そんなことも思っていらっしゃった方も多いのかなというふうに思いますので、まずは、ジャパンブランドフェスティバルの代表の秋元の方から、ジャパンブランドフェスティバルがどんなもので、どんなことを目指しているのかというのを簡単に説明していただきます。秋元さん、お願いします。はい、ジャパンブランドフェスティバルを立ち上げた秋元と申します。よろしくお願いします。さっき、小林くんが星をっていうやつが実はみんな聞いてたんですけど、本当は2本出すって言っていたのに1本で終わっちゃう、ちょっと打ち合わせと違うというところで急遽第2回をやったら今度3本目出しちゃいました。でもこれぐらい中の予定調和があるものの中から生まれてくるものっていう形もあるんですけど、やっぱり僕らみたいにこう今若い世代でこういうことを始めていくことによって、今まで想像もしなかったパワーっていうものが生まれてくるっていうものもあるのと、そういう人たちとさらに先輩たちで、まだこれから出てくる若い人たちがもっともっとこう連携をしていくことによって、僕らもねこの1週間で本当にびっくりするぐらいの出会いであったりとか、想像してなかったようなことが本当にたくさん起こったんですね。そうですね。それはたった1週間っていう形の中で起こってきたっていうのは本当になんか奇跡に近いなと思うところがあったんですけど、実はこのジャパンブランドフェスティバルも僕が言い出したのは3ヶ月前でした。で、僕がノアザンプロジェクトという経済産業省がやっている日本の商材を海外に持っていくとい その支援をしていくプロジェクトの担当者をしていて、で、今回2年目という形でやっていたんですけど、やっぱりどうしてもそういう補助事業であったりとかをやっているときに、どうしても点に点のつながりでしかなくなっていくんですね。年度が終わればそれが途切れてしまう、じゃあ次の年にそれが続いていかないというようなことがずっと繰り返されていて、本当にいいことはたくさんやられているという現状はあるのに、それがなかなかこうちゃんとした形で伝わっていないということがとてももったいないというようなこともあったのと、あとやっぱり僕らの声っていうものが本当にこう必要な人たちのところにまだ届いてないんですよ。で、逆にその声を出したくて伝えたくて思いのある人たちが声を届けたいと思っているのに僕らのところまで届かないっていうような関係性が今ある中で、だったらそれがちゃんと届くような形にもっともっとしていくことで、その価値がちゃんと残っていかないことができないのかなっていうようなことを考えて、3ヶ月前にやりたいということを考えました。で、それから東京電鉄さんにご登壇をし、で行政の方たちにお話をしていく中で、いやこれちょっと一人じゃやばいなというようなことがあったんです。うちの林に相談をし、でその後に堀田さんのところに行って、ちょっとこんなことやるけど一緒にやらないっていう話をしたら、堀田さん一瞬撤去した後に我に返って、あでもこれ絶対やった方がいいからやろうよっていうことを言ってくれて、で2人でじゃあこれをやりましょうということで始めました。でそこから本当たった2ヶ月しかない中で、しかもお正月休みが挟むというこのスケジュールで本当にできるのかなっていうのを、もう毎日のようにこうできそうだな、いやできないかなっていうことをこう繰り返しながら、今年試行錯誤でもうお話しさせてもらった人たちと一緒に形を作っていくということをやったときに、でもやっぱりこういうことをやりたいなと思っている方たち、こんなにいたんだなということに気づきました。で、僕らみたいにね、まだまだこう実績もなくて、お前誰やねんってみんな思ってるとは思う、こういう人間たちが、でもやっぱり思いがあって、ちゃんと紡いでいきたいっていうところの中で、やっぱり今はもうトップランナーとしてやってる人たちが含めて、こういう人たちが一緒になって、ここの場所をどん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 共有していけるような関係性ができたら、もっともっとやれることって増えてくるんじゃないかなと思っているので、せっかくこうやってまた1週間、ここで僕らもやらせていただいて、いろんな場所でまた次の展開をやるっていうことが見えてきました。
ので、来年にはまたここに戻ってきて、皆さんと一緒にまた時間を共有できるようなね、形ができたら嬉しいなと思っているので、ぜひ今日つながりを持っていただいて、今日集まっている皆さんの中にも本当面白い方がたくさんいて、つなぎをできる方であったりとか、本当にチャレンジしたいと思っている方もいますし、そういう方たちがたくさんここに集まってきていると思っているので、まずこうどんどんつながっていただいて、でそのつながりからまた新しい可能性をどんどん紡いでいただいて、でその時に何か僕らが必要だなと思ってくれた時には、また僕らのことを思い出していただいて、一緒にまたやっていくというようなことができたら嬉しいなと思っているので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、秋元さん、ありがとうございました。はい、はい、お願いします。いろんな人が、はい、これいい取り組みだねって言ってくれて、来年、はい、自分たちも参加したいんだけど、はい、どうしたらいいですかって私も何人か聞かれて、はい、で今回2017年キックオフって書いてるから、はい、なんか参加したい人たちが来てくれてる気がするんだけど、はい、まあ、出会って交流してやろうねっていうんだと、うん、きっと参加できない気がしていて、うん、どうやったら本当に参加できるのかとか、うん、どういうふうに参加できるプロセスがあるのかが、はい、きっとみんな酔っ払う前に聞きたいんじゃないかなと思ってて、それを聞いたらそのプロセスをやって変える人は変えるかもしれないし、はい、なんかそこが、まあ、楽しく飲もうよじゃなくて、もうちょっと具体的にどうやったら2017年に作家として参加できるのか、プロデューサーとして参加できるのか、主催者側に入れるのか、まあ、いろんな形で関わりたいと思っている気持ちをどこに渡せばいいのかだけ教えてほしいなって。わかりました。まず運営チームとか、これをやりたいっていうところにつながりたいっていう方たちは、今そこにいる、なんかすごいカジュアルな今日格好してるね、ホスタのところ僕で、あと僕ですね、秋元のところで、さっきやらかしてどこ行った、小林くん、さっき一番最初に販売をやってた小林くん、この3人が今日主催側として参加します。そこにまず声をかけてください。 Facebook とかで見もちろん、それでも大丈夫です。で、Facebook つながる前にまずここで1回お話できたら大丈夫ですねっていうのをお願いしたいのと、で、あとこれから企画としては、今のところは確実に決まっているのは、来年またこれをやりますっていうところまでは決まっています。で、その時に出展をしたいとか、あとまあ運営でもいう時に関わりたいという方も僕らに言ってください。で、それ以外のところで、各それぞれのプロジェクトに参加したいっていう場合に、今日はさっき経済産業省の方がいらっしゃいましたね、であったりとか、あと、まあ、外務省の方だったりとか、省庁の方も何人かいらっしゃっていて、でこの後外務省の方もお話をされるので、そういう方とまずはつながりを持っていただくと、情報のキャッチアップができるようになりますというところにちょっとご協力いただくといいのかなと思います。でそうですね、Facebook も情報を出していきますし、で公式のウェブサイトもあるので、そちらでも情報はどんどん出していきます。で、今ちょっとまだ僕林にも何も言ってないんですけど、実はなんか全国でこの取り組みをもっともっと広めるための企画を立ててほしいっていうことで、実はもう沢の鶴さんは沢の鶴の蔵でこのイベントをやってほしいっていうことで、兵庫県の神戸市長野での開催がほぼ決まりそうな話ができたり、あ、はい、そういうのも聞きました。で今日は株式会社リビタさんという、結構雑誌やとかを掲げられている方がいらっしゃってて、声聞こえてるんですか、聞こえてないかな、でそういう方もいらっしゃっていて、スペースを持っている方も来ているので、そういうところからまた情報を発信していきたいという情報も僕らの方からもどんどん発信していきます。でそういうのをまたキャッチアップいただければと思うのと、ただまあ今回ね、確実に決まってる情報っていうのがまだ本当にいろんな情報をいただいて、今これから構築していくっていう段階なので、まずはね、このカジュアルのお兄ちゃんか、この赤白のお兄さんを捕まえてもらう、とにかくつながっていただければ何かにつなげます。それはもう約束するので、今日僕らをとにかくもう丸裸にするぐらいどんどんこう引っ張らせていってください。そんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは続いてゲストの方ですけれども、まず清水さんからいきましょうか。今日ゲストでお越しいただいた清水さん、ピキスタイルデザイナー、はい、清水さんだと。じゃあまず最初簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。今年で
10年目になるんですけども、テキスタイルの企画デザインをやってまして、基本は企業さんの、デザインを OEM で起こして、でデザインを販売するという事業をやってまして、で4ヶ月前まで僕は大阪に拠点がいて活動しておりまして、で関西のものづくりが強いので、大阪ですとか兵庫県の京都ですとか、まあ、いろんな繊維業界ですね、その繊維業界を、工場さんとつながってものづくりをして新しい商品を生み出して発信していくっていうことを、ちょっとジャパンプロジェクトに近いイメージで言いますと、クリエイターさんと企業さんをつないで新しい展示販売を、あ、こういうやつですね。この時は、ちょっともう4年ほど前になるんですけども、 iPhone ケース、 iPhone4 かなんかだと思うんですけど、もう壁に飾ってあるのか、そうですね、これがスマホです。これがケースのカバーのデザインなんですけども、こういうお話が生まれた時に、新しくブランドを立ち上げたい、ブランドを立ち上げるんですけども、ケースのデザインをするにあたっても、いろんなとこがデザインしてて、あとはもう単価競争、単価だけになってしまうので、それでどういうことをしたら、そのブランドの立ち位置がつくって、高額で売れてくる、付加価値ができるかっていう相談を受けたときに、この企業さんとクリエイターをこの時参加してくださったのは、約60名ほどのクリエイターさんです。大阪の梅田にあるいい、ブリックブリーゲという商業施設なんですけども、そこの実際のホールを借りて、ちょうどバレンタインシーズンだったので、バレンタインの、はい、ここでちょっとプレゼントしますっていうニュースの形と、あとこれが一人一人作家さん、まあ、イラストレーターさんとかグラフィックデザイナーさんとか、で、プロフィールと一緒に SNS で配信してもらうように紹介して、展示会を、こういうところで、はい、活動としてはやらせていただきます。スタイルのデザインだけじゃなくて、まあ、いろんなマッチングとかも生み出して、そうですね、自分だけではもう含めていないので、ちょっと皆さんの力を借りて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、日本茶アーティストの内さんご紹介します。はい、日本茶アーティストの木正代と申します。私は茶道ではなく煎茶道というものを、の東アメリュートビューナーの師範をやっておりまして、煎茶にまつわる、煎茶と給水にまつわる企画から出演すべてやっております。いろいろなイベントの企画や、自由大学で講師をやったりとか、あとは急須のオリジナルを作ったりとか、煎茶の新しい発信方法を全てにおいて、やってるという形です。ジャパニーズティーパーティーと題して、全国を、歩き回って、お茶をいろんな場所で、いろんな産地のものを、イベントとして伝える仕事をしています。作り手でも、売り手でもなく、入れ手というものが、まあ、江戸時代とかにはいたと思う茶人の中でも、私はバイサオという高優雅という茶人がいたんですが、お茶を入れる人すごく憧れている人がいて、その方みたいにこういろんな場所で、お茶を通してこの、まあ、交差点になればいいなと思っていて、いろいろな場所で、新たな発信をしているというものです。はい、日本茶アーティストをお伝えします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。木さんはラジオをやられたりとか、ね、そうなんです。まあ、お茶業界ってちょっと停滞しているところがあって、新しい新たな何かをするというのは難しい業界とも言われているんですけれども、まあ、メディアという力を借りたらどうなのかなっていうところもあって、 FM の横浜の方でお茶の番組は、まあ、世界初なんですけれども、プログラムの日本茶専門の番組をやっております。小山くんのさんの番組を1個前やってるんですけども、まあ、それぞれいろいろ、はい、すいません、ホームページもありますので、なんか煎茶にまつわることとか、まあ、日本の伝統をつなぎつつも次に続けていきたいという方も結構今日いらっしゃってると思うので、なんか後でお茶も向こうで入れますので、もしお話できたら、なんか私自身も力になるので全部お話できたらなと思います。ありがとうございます。木さんのブースもそちらにありますので、ぜひお茶を楽しんでいただきたいと思います。はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。続いて、大木さんにちょっとご質問というのを、はい、私に、はい、まあ、今回そのブースを出展されたりとか、イベントで登壇したりとかなんですけども、はい、まあ、大木さんから見たジャパンブランドフェスティバルを、まあ、こう生み出せる価値みたいなところってなんかこう、うん、そうですけど、なんかやっぱり私はみんななんかこう企業とか行政とかではなくて、本当に一人でやってた人間で、仲間がいそうでいなくて、実は本当に活動する時にも何も分からずに活動していることがほとんどだったんですね。ほぼ最初の頃はもう営業の企画書書いて飛び込んで営業行ったりとか、お茶のイベントやらせてほしいとか、そうやっぱ日本茶せっかく専門家でって言ってもなかなかうなずいてくれる人いなかったので、本当にこう一人ぼっちっていう感覚が強かったんですけども、今回このジャパンブランドフェスティバルでいろんな方のお話をイベントで聞いて、実は同じようなところを皆さん持ってたりとか、実はこういうところで一緒に努力してたとか、つながれるところがたくさんあったんだなっていうことに自分自身で気づいて、そういう情報をまず入れるということとか、つながるっていうことを今までやってこなかったので、すごく自分の中で効果が励みになったし、新しいこれから、まあ、今5年間やってるんですけど、この活動今後5年間の次のビジョンが見えたというか、一切1週間になったので、なんかここに出会った方で多分もしかしたら仕事になったりとか、つながるっていうことが本当に大きいと思うので、なんかこの新しい化学反応っていうのがやっぱり、ジャパンブランドフェスティバルが生み出せる価値が一番強いのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。実際今回登壇者でいうと50名以上登壇されていて、展示ブースにいらっしゃっていたお客様が、まあ、速攻ベースで4000名ぐらいがいらっしゃっていただけてるかなと。そしていろんなつながりがそこかしこで生まれている現場を私も見てきたので、なかなか自分で立てたイベントなんか面白いイベントになっていたなと思います。私も自分でこういう出演を向こうで登壇させていただいた次の日にもメールをいただいて、3月のイベントをやってくれないかというのを実現したりとかしたので、そういう楽しさというか、自分自身ができなかったことでもできるなと思って、今日も多分そういうのが生まれるんじゃないですかね。はい、うん、と思います。はい、それでは清水さんの、清水さんも大阪でこう人のつながりっていうのを生み出してきて、はい、清水さんは今ここにいるっていうことは、はい、2017主要メンバーになるっていうことなので、どんな人のつながりを生み出していきたいですか。なんか僕声かけていただいたのが、正月実家の方で、ゆっくりしてた時に、このイベントのフェイスブックのイベント参加で、面白そうにお知らせしただけだったので、秋元さんが、清水さん来るんだったらちょっとこっちに来てよっていう正月に言っていただいて、そんで来て、なんかすごいエネルギーを感じているので、できれば、関西でつながりがまだ多いので、そっちの方とこちらの方となんか新しいつながりを出して、こっちでできたものを向こうに販売したりとか、向こうのいいものをこっちで PR したりとか、なんかそういう新しいつながりとか PR をしたらなとは思います。ありがとうございます。清水さんもそうですし、今回結構全国から、今日全国から集まっていらっしゃってると思いますけども、全国いろいろ集まっていただいて、本当に先ほど秋元が言った通りですね、来年は、新潟でやろうとか、兵庫でやろうとか、熊本でやろうだとか、いろんな参加してくださる方が、ぜひうちの県でやってほしいよという声が生まれて、そこからまた新たなつながりが生まれていけるといいのかな、なんていうふうに思っております。で、先ほど木さんが言ったみたいに、今日、Facebook で300名ぐらいいらっしゃっていただけるっていう形になっていますので、ぜひ、来場していただいて、来場していただいて皆さんも新たなつながりを生んで、今日帰っていただければなというふうに思います。それでは第1部のセッションをおしまいにしたいと思いますが、秋元さんが最後に一言、ちょっと声がなかなか
届きにくい感じです。ちょっと話していて、なんか多分今あの磯部さんがいるあたり、まあ、聞こえますけど、でもこの先まで一応聞こえない感じなので、ちょっと次のセッションの時にそれ検討したいです。はい、はい、はい、じゃあ、第1のセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。引き続きご観覧を。